航空機モード、または機内モードとは、携帯電話などの電子通信デバイスで利用可能な設定の一つであり、航空機モードをオンにすることで電波の送信をしない、設定になる。このため、通話などの機能が航空機モードでは使用不可になる。一方、電波の送受信を必要としないカメラ機能、MP3 プレイヤーなどの機能は航空機モードでも利用可能なのが、 一般的である。ネクサス5 Android 4.4に航空機モード航空機モードが適用されるとすべての通信サービスが無効化され同様に Wi-Fi や Bluetooth が無効化される。航空機モードでは Wi-Fi や Bluetooth は使用不可能になる。送信せず受信しかしない FM ラジオや GPS は使用可能なのが一般である。一部の航空会社では 機内での Wi-Fi サービスを提供しているが、その場合、航空機モードをオンにした状態で Wi-Fi をオンにすることで、Wi-Fi 以外の電波を遮断した状態で接続することができる。航空機モードの二次的な特徴として、送受信に関わる電力消費を減らせるため、電力の消費を抑えられるという特徴がある。ありがとうございます。